かっこよくって優しくて、とても素敵な世界にただ一人のお兄ちゃん。これはお兄ちゃんのことが大好きな12人の妹たちの物語です。キャンプ、テントの中でいっぱいお話できたらいいな。なるんだったら僕も持っていったって。うん、あ、かっこいい。大きいのは兄で、小さいのは僕。これでストーブで沸かしたホットミルクを飲んだらすっごく美味しいだろうな。僕も大きい方にしよった。いっぱいミルクを飲んで早く大きくならなくっちゃ兄に追いつけないもんね。よし、これで準備はできたぞ。明日晴れるといいな。持ってきてないの？テントですか？うん、だってキャンプするんだったらやっぱりテントがないと。マリエちゃん！あれ？あれ？どうしたの？マモルちゃん。兄、テントを張れる場所がどこにもないよ。ああ、ここはねロッジ専用のキャンプ場なんだよ。だからみんなテントを持ってこなかったんだ。え、マモルちゃん、それって。ううん、なんでもない。ほらほら、早く行こう行こう。マモルちゃん、そんなに押さないでよ。
釣り竿が倉庫にあるな。ロッジの裏手に渓流があるんです。そうなんだ。わあ、綺麗な川ね。私、川釣りって初めてです。あ、ねえねえ、今晴れたよ、魚。すごい。もう、ミカエルったら。大丈夫？マリエちゃん。兄上様。どうしたの？いえ、そういえば今度ひな子ちゃんたちが遊びに来てくれるんです。それはよかったね。はい、兄上様も今度いらしてください。うん、楽しみにしています。どうかな？全然、せっかくお兄様が教えてくれてるのに。もっと教えてお兄様。ほら、こっちこっちこっち。さくやちゃん、そんなに急がなくても転んじゃうよ。でも一匹もお魚が釣れなかったら大変ですわ。どうして？お魚を釣らないと夕食の材料がありませんもの。えじゃあお食事の材料って？お野菜ぐらいしか用意していないんです。そっか、せっかくキャンプに行くんだからそこでって。自然のものを。はい、必ず用意できると思ったんですが、このままでは兄君様のためにお料理の腕を振るうことも。兄たちはここでお魚を釣ってて。僕いい考えがあるんだ。ないな。この辺にあったんだけどな。あった！兄たち喜ぶだろうな。あ、でも入れ物が。どうしよう。あ、そうだ。来た。さすがですわ。大きい。兄、いいもの見つけたよ。いっぱい栗を見つけたんだ。これだけあればバッチリでしょ。マモルちゃんもすごい。本当、助かりますわ。栗を使ったメニューをみんなで考えましょう。ええ、そうね。マモルちゃん、お腹を出してると風邪をひいちゃうよ。はい。何か手伝おうか。いいえ、兄君様は休んでいてください。今お茶を入れますので。でもはるかちゃん、コップはどなたが？そういえば食器も。あら、どうしましょう。ねえねえ、兄にはこのカップで。あったわ。全部揃ってる。しかもみんなお揃いのデザインですわ。よかったね。お揃いの食器でお食事なんて、私楽しみです。おいしいねこれ。
いっぱいお話ししたかったのに。マモールちゃん、ん？ちょっとお邪魔していいかな？へえ、テントの中って結構あったかいんだね。うん。どうしたの、マモリちゃん。これでホットミルク飲もう。あ、